ここ、見たことのない色。遠い遠い昔、世界の色があせ、星空が消える場所から最も離れた古い森の中を小さな旅人が歩いていた。旅人は画家だった。伝説の改正者を探し求める彼女はこれから不思議な旅に出る。その時の彼女はまだ知らなかった。定められし出会いがすでに彼女のそばまでやってきていることを。怪我はないだろうか、我が姫。私に服従しなさい。
新しいアイデアが湧いてきたかも。見て、私たちの色、ここに残ってるよ。Thank you.
Thank you.
私の色に染めてあげる。
私の色に染めてあげる。
なたの色、綺麗。うん、好き。色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。侍従さん、サボらないで。Thank you.
に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。侍従さん、サボらないで。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。侍従さん、サボらないで。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
あげる。ま、ちょっと違うかも。の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。奇獣さん、サボらないで。
色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。サボらないで。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。
ここ、見たことのない。
ログちゃんと受け取ってね。
新しいアイデアが。これでできたよ。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。私の色に染めてあげる。ま、ちょっと違うかも。